セーガーカラフルパレット、プロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミク。初音ミクのゲームやっていこうかなと思うわ。みんなは誰推し？僕はこの中だと、まあ、初音ミクかな。やっぱ初音ミクしか勝たん。久々だね。どうやらアップデートでめちゃめちゃ曲が増えたらしいんで、前回進めたのは確か初音ミクと出会うところまで進めたんだよね。そっからの続きやわ。果たして世界とは何なのかやっていく。ま、てぃ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 、あ、やばいやばい、ちょっと待って、動体視力衰えてんね、僕。このスプラトゥーンで鍛えたこの動体視力を生かして、やっていきたいところだけど、背景めっちゃ可愛くない？ちゃんと原作みたいになってる。あはは、すごい。ムービー流れてる、ムービー。え、めっちゃ良くない？これムービーに見とれちゃってさ、ちょっと音ゲーにちょっと力入らないかもしれない。あ、くそ。この上ピンな、うわ、前回これくっそ苦戦した気がするわ。ピンクロンのやつは上に跳ねないといけないの。これがちょっと癖ありでね、めちゃめちゃ難しいんだけど、タイミングよく上にやらないといけないんだけど、しかもこの黄色いやつもね、謎なんだよな。黄色いやつもなんか離すと同時に上にピンしないといけないみたいな。いや、前から思ってたけどさ、音ゲーって実況に向いてねえんだよな。マジで喋ると難しいんだが、そこはリズムにとっていけば。おー、いいぞ、サビ始まる。おー、神曲だ。すごい、すいません。この曲なあの YouTube Music っていうサブスクがあるんだけど、それに入って僕めっちゃ聴きました、これ。ちなみに、オッケーオッケーオッケー。あ、でもこれショート版なのかな、わかんないけど。うわ、やばいやばい、こっからむずくなるじゃない。あ、難しいな、やっぱ。あ、でも今のところ上ピンの数が少ない。これ今難易度が上から2番目ぐらいのやつなんだけど、一番上のは前回確かクリアできなかったんだよね。だからそこをクリアしていきたい、今回の目標。お、今のやばくない？今のこのアドリブ力、初見でもな、なんとかこの曲をカバーしていきたい。ちなみにこの曲早速プレイしようと思ったら課金でした。辛いね。アップで今拾えたんだ。意外とガバ判定なのか。あ、よっしゃよっしゃよっしゃ。え、めっちゃスコアいいんじゃない？コンボ続いたし。果たして結果発表。うわ、 C か。 C か、あんだけ頑張って C か。うわ、むず。え、これ S まであんでしょ。うーわ、やっぱフルコンとかそういうレベルなのか。え、音ゲーなんかフルコンが当たり前だよな。クイみたいな、そんな世界か。メガネクイ。ライブ報酬14倍もらったよ。よっと。まあ、こんな感じ。やっぱ知ってる曲やるとやっぱテンション上がるな。もっとない？なんか知ってる曲。いっぱいなんか購入したんだけど。まあ、グッバイ宣言もいいけど。やっぱ最近の流行りはエゴロックだよな。めっちゃ聴いてる。チェーンソーマンとかない？筋肉もりもりの米津玄師の PV 見ながら打ちたいんだけど。あ、これも踊ってくれんのか。あ、すげえすげえ。今ミクがめっちゃ笑顔だったね。あ、すごいすごい。うわ、クオリティ高っ。やっぱこういうコラボあると嬉しいよな。あ、いや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 のタイミングで上ピンだ。これ乗れるな。あ、危ない危ない、後ろのミクちゃんに見とれて落とすとか。例えばよっしゃ、今180までいった。今めっちゃ連打したな。気持ちよかった今の。やっぱこういう爽快感は音ゲーじゃないと手に入らないな。あ、すんで今の上ピンがね、癖あるんだけど、でもバンドリのさ、横ピンとかないから、そこは唯一の救いだよな。これ上ピンとか横ピン系苦手なんだよな。よし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 。はーもいただきました。最近の曲何？やっぱ推しの子か。推しの子とか打ちたいんだけど、僕、推しの子あれ見たよ、1話。映画見た気分だった。おはは。オッケーオッケーオッケー。もうサビ終わりそう。ちょっとショートバージョンだから、ちょっとそこは気をつけないとね。あとこれ、キャップも通してるからさ、キャプチャーボード、パソコン通してるから、ちょっと、音がね、若干、遅延してんだよな。その遅延も含めてね、早めに押さないといけないっていう、ちょっと高度なテクニックが求められるが、これ PC 上でできたら、ね、遅延ないんだけど、それかスイッチで出てこないかな。あーオッケーオッケー、このレンダー任せろ。レンダーはやっぱ上ピンだけ気をつければいい。僕はオッケーオッケー、来るぞ。最終サビ、最終サビ。オッケーオッケー。あ、そうか、その前にこの静かなパートが来るのか。あ、でも今ミスったのか、どっかで。うわ、くそ、どこでミスったかも把握できてない。コンボが繋がってねえぞ。よしよしよし、来た来た来た。めっちゃ踊ってるわ、かわいいね。あー、くそ、これ PV とさ、譜面両立できねえよ、僕。やばいやばい。これ上手い人あれか、PV 見ながら打てるんだろうね。それはちょっと尊敬に値する。くそ、やばい、これ体力がやばい。ちょっと待って、マジ無理が。いやいや、やばい。なんでこれ、おー、危なー。体力160しかなかった。うわ。いや、まあでも今回ちょっといっぱいミスったもんな。 PV に認めてちょっと可愛すぎるのが良くないわ。いや、 C、 せめて B 行きてえな僕。ちょ、ゆっくりな曲行ってみよう。お、ゆっくりそうじゃん。でもなんかレーンの数増えてね。やばい、なんだこれ、ちっちゃいぞ。なんだこれ。あ、そっか、でも忘れちゃった、これちっちゃいのも来るんだっけ。あ、だ、気持ちいい。のるるるるるのめっちゃ好きやね。
やっぱ僕さ、好きな曲って大体女性ボーカルの曲が多いからさ、カラオケで歌おうと思ってもさ、声の高さが足りなさすぎて歌えないんだよね。これあるあるじゃない？アニソンとかさ、大体女性ボーカルだよね。まあ、キックバックとか別だ。キックバックはキックバックでなんか叫ばないといけないから難しいよな、あれ。結局難しいっていうね。あーばー、結局300いってる、300。300コンボいってる。この背景いいな、この白色の感じ。あ無機質な感じ。あ、でもさすがにこの PV は流れないのか。この曲の PV 結構えぐいからさ、それちょっとね、求めてたんだけど、さすがにそれはいけないと。この黄色いピン、これさ、どこで打ってもいいってこと？あ、やべやべ、来るぞ、なんか赤くなってる、赤くなってる。不穏になってしまった。あー、いいね、いいね、やっぱ雰囲気出してるわ。あー、こんな感じ。あ、やべ、ちょっと待って、そろそろミスが多くなってきた。あっ、あー、やばい。これ同時にさ、赤ピンが来るやつ少ない？一瞬ずれてるやつ。やばい、苦しい苦しい言ってるわ。うわー、よしよし。やばいな、これ。あ、危ない。あー、すごい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 。あー、やばい、やばい。すごい、すごい。今、なんででも、コンボは一応続いてるわ。お、難しいな。ゆっくりな曲だから、ちょっと、舐めてたわ。うわ、もう一回来る、もしかして。苦しいのところもう一回来るでしょ、これ。あははは。いや、今の独特な譜面あるとテンション上がるな。いや、来た、やばいぞ。あー、てか、よしよし、10本指でよかった。ヤクザとかなってたら、これ譜面打てないでしょ。あの、親指けじめとか言ってたら、なくなっちゃうから。あー、ぶねー。よし。今回 iPad でやってるからね、10本指も。余裕っていう感じよ。今回どう？いや、これでも B いってねえのか。うわ、ミクが褒めてくれる。モチベ上がるわ。じゃあ最後に一番難しい曲いってみる？難易度マスター。一番難しい難易度だよね。僕が遊べる限り一番難しい難易度だわ。フォイ。フォイって聞くとさ、ハリーポッター出てくるんだよな。お、あ、でもちょっと、いけそうな感じ悪くない？このテンポだと。ちょっと譜面はちっちゃいけど。で。お、いいね、いいね、いいね。あ、でも、まあ、いけるいける。いや、でも、ちょっと食らっちゃったな。あ、難しいわ、ごめん。余裕そうと思ったけど、そんなことなかったわ。うお、本気出してきた。これ、サビまでいけねえかもしれん。これ、サビまで無理だ。なんとか、持ちか、答えろ。くぅ。あ、でも、OK、このパートいけそう。え、でも、なんか、ミスってる。え、うまくいかない。なんでだ、なんでだ。あ、でも、55。ちょくちょくミスってんのか、僕。やばい、体力が。なんとか耐えてくれ。あー、ダメだ。むずすぎる。うっせーわ。いや、これもちょっと難易度高いだろ、設定。叫ぶシーンところまでいけないかもしれない。オッケー。あ、でも、譜面がちょっとでけえわ。でかいとね、多少押す場所間違えても許してくれるっていう。ありがた設計だから助かるんだけど。やばい。長押しとピン、羽を同時に組んだ。ちょっとクリアするために真面目にやるわ、本気で。はい、はい、はい、あ、くそ、やばいやばい。中押しとピン同時に来ないでくれ。OK、 リズムを肌で感じろ。 OK、 なんでだこれ。ここむずい、ここむずい、やめてくれ。あ、叫びのところまで行きたい、せめて。あー、聞けなかったな、あーのところ。くー、動体視力足りなかったか。スプラトゥーンで反射神経鍛えたんだけどな。マスタークリアできるように鍛錬します。